6月28日の調整で降下時間は 7.3 から 8.1C に髪型された斎藤はじめ白王騎を紹介するわ。計略は指揮後の号令で武力プラス4と標準性能に加えて剣豪の斬撃リロードが速くなる効果、近藤勇と同じ文面で武力上昇値が低い分子を軽くした多計略と合わせやすい性能、追加効果が剣豪のみやから剣豪森デッキでの採用がメインになるかな。白王騎ガンデッキで組むことを想定してデザインされたカードの印象、撃つよ。消えゆく命、おら、おのれ、どけ少しは役に立ったかな。撃つよ。信じて待ってろ、死なずにな。殺すよ。撃つよ。心配に言う、僕は役立たずなんかじゃない。撃つよ。忘れるかよ。もっと前出なくていいのか。てめえの信念だけは曲げねえ。撃つよ。僕はまだ戦える。死にたいやつからかかってこいよ。貴様らが消えた世界はきっと骨のように綺麗だ。撃つよ。まがいものだろうが何だろうが貫きゃ誠になるはずだ。殺すよ。おのれ、信じて待ってろ。ベラベラ喋ってる暇があったら攻撃に集中しなよ。消えゆく命、撃つよ。流派発動、三の肩流派発動、三の肩てめえの信念だけは曲げねえ。手加減無用、手向かう者は全て斬る。このマサカリでぶっちぎってやるよ。戦機解放、無理。俺が行く道は俺が決めるんだ。
雲を裂き、イカズチよ、我を守りたまえ。少しは役に立ったかな、オノ。殺し。おのれ。どけ。さすんな。撃って。もっと前出なくていいのか。流派発動。一の方、まがいものだろうが何だろうが貫きゃまことになるはずだ。消えた世界はきっと骨のように綺麗だ。殺しよ。処罰など恐れるな。敵をやらねば我らがやられるぞ。おのれ。二の方、殺す。手加減無用。手向かう者は全て斬る。今回は2試合やるよ。マイデッキに対しては開幕少し城を取られるのを覚悟してでも策を破壊したいところ。相手に前を潰されないように立ち回らせるだけでも変わってくるし、後は楽したいから序盤は策に向かってラッシュしたい。どけ。こら、邪魔すんな。お館様。こら、バカにするな。かく殺しよ。どけ。退場だと。あら、すみません。あら、こんなんガキの喧嘩じゃねえだ。滑るかよ。開幕はこれ以上ないくらい噛み合ったけど、それゆえに相手の流派が溜まったし、ずっと居座れる回復系のデッキは逆転力が高いから、まだ金は休めないかな。信じて待ってろ。死なず
殺しよ。流派発動。三の方。死にたい奴からかかってこいよ。月明かりを招きましょう。てめえの信念だけは曲げねえ。まぬいものだろうが何だろうが貫きゃ誠になるはずだ。石器開封。今度は俺らの番だ。どけ。六門戦は勇気の証。流派発動。二の方。手加減無用。手向かう者は全て斬る。ふっ殺すよ。かくどけ。殺すよ。退場だと。思い上がるでないぞ。戦機解放。殺すぞ。どけ。親方様。殺すぞ。どけ。こそこそ裏から逃げるんじゃねえよ。男な、言い訳しない。ご視聴ありがとうございました。